はい、どうもこんにちは、こんばんは、りょんです。そしてみなまこんにちは、こんばんは、かまぼこです。はい、ということで今日もね、メインの対戦動画を撮っていきます。はい、で、今日使用するデッキ、僕の方が五色ジャックポット、はい、はい、で、そちらがはい、こちらがモルトネクスト、うん、うん、まあ、モルトネクスト、まあ、モルトキングだね。あ、はい、はい、ということで、僕の方の五色ジャックポットなんですけれども、うん、まあ、この間ね、生放送で、はい、モルネク入れてみたら面白いですよと言われまして、ちょっと作ってみたんですが、うん、ちょっと入れたいカードが足らずにね、ちょっと未完成の状態なんですけれども、うん、まあ見つからなかったので許してください。またね、そのうち完成させますが、うん、まあ、これでもやれなくないんで、うん、まあ、全然かまぼこさんなんかね、ぼっこしますよ、うん、ぼっこしますよ。はい、ということでやっていきましょうか。はい、はい、じゃあ準備、はい、はい、じゃあいこうか、はい、最初はグーじゃんけん、はい、はい、勝った。はい、じゃあスタート。はい、じゃあビルフェルムチャージしてエンド。はい、どう。ニコルボーラスチャージして終了。はい、アンタップしてドロー。じゃあこれバトクロスバトルチャージしてエンド。はい、アンタップしてドロー。モルトネクスをチャージして、うん、2コストでメンデルスゾーン。はい、2枚めくりまして、その中のドラゴンをすべてタップでマナゾーンに、はい、これで終了。先に切られてしまったドロー。なんか珍しく決まったな。レジェンドギラゴンチャージ。はい。これ3マナで、フューリー、ナコ祭り。オッケー。はい、上から2枚見て、1枚マナゾーンへ。残りが下で、うん、で、もしマナゾーンに置いたカードが赤のカードだったら、これが手札に戻る。オッケー。エンドで。はい、ではアントップして、ドロー。はい、では、ブラッキオチャージ。はい。5コスト、赤、白、緑ですね。うん。はい、トップブロマネスク。あ、はい。はい、デッキトップから2枚を。チャージですね。これはタップだよね。はい、これでターン終了。タップでマナゾーンですね。アンタップした。ドロー。はい。さっき起こされてしまったバトクロスバトルチャージして、うん、マナ。はい。これひなこ祭りで。はい。さっきと同様。エンドで。はい。ではアンタップして。ドロー。はい。了解。じゃあトップブロマネスクチャージ。うん。7コスト。モルトネクスト。出たよ。はい。1、2、3。いるんです4、5いる。はい、火のドラゴン5体います。はい、はい、ということでもう決めに行くよ。うん、ハドバン、はい、ダブルブレイク、何かください。やめよう。何もないです。ここだけはダメ。はい、じゃあアンタップしてスン。はい、じゃあどうしようかな。さすがにか。ダブルブレイク、はい、何かくれないです。はい、ダイレクトアタック。負けました。はい、勝ちました。これさ、早いよ。これ、革命チェンジするとさ、こうなっちゃうんだけど、うん、でも、あれ、なんだっけ、うん、ドッギーバスか、うん。じゃあ、ボルドギか、うん。ボルドギとか考えると、革命チェンジした方が良かったのかな。ちょっと悩みつつだったんだけど。思ってないですよね。なんか、勝っちゃいましたね。はい。速攻で負けましたね。ジャックポットって何だったんでしょうね。本来はジャックポットからこの、うん、なんだニコルボーラスとか、うん、そうそうそう、ディスティニアとかニコルボーラスとかね、その辺が出てくるように。ネクストとかね。あとモルネクがさ、うん、ドラゴンマナブソー5と、まあドラゴンマナブソー5があるから赤のドラゴンをねかなり多めに入れてるんで、うん、うん、副長は大丈夫なんですか。うん、だからその辺もねギリギリなんだよ。本当はね3枚とか入れたいんだけど今2枚に絞ってるんだよね、うん、なるほど。そう、そんなこともありながら、ただこういう風に決まることもあるんで、うん、あれ結局モルネク、はい、ということでね、ちょっと動画としてはあれでしたが、まあいいんじゃないでしょうか。はい、はい、楽しかったんでね、うん、はい、まあ面白いものが取れたんじゃないですかね。まあ短かったですが、短かったです。じゃあ今日はこの辺で、またサブで使うんで許してください。はい、はい、ということで今日はこの辺で、はい、さよなら。バイバーイ。